大阪府豊中市服部緑地公園。そこに趣味のテニスで汗を流す男がいた。なんかテニスしてると昔を思い出しますよね。夜まで練習してみんなで夜話しながら帰ったりとか、なんかそういういろんなことを思い出すから、こう心が洗われるっていうか楽になります。心斎橋店マネージャー白井大志。白井がテニスを始めたのは中学生の時。それまで病気がちでいじめられることが多かった白井、テニスを始めてから体を鍛えることで自分が変われたという。体が大きくなったりとか、そういった一言がすごい嬉しかったです。人から初めて認められた感じですよね。自分自身がトレーニングによって人生が変わった人間の一人だからこそ、ライザップに強く惹かれ入社した。そのため白井はゲストに寄り添いたいという気持ちが人一倍強い。気持ちを前向きに変えてあげて、そうすると視界も変わって姿勢も変わって見る景色も変わって、そしたらもっともっと楽しくなるんで。白井にとって最高の喜びはゲストの人生が変わる瞬間に立ち会えることだ。だからこそゲストの結果に対して妥協せず、全ての責任を自分で持つことを決めている。ザ・ゴールスター、今回は白井の責任の持ち方に迫る。ライザップ心斎橋店。現在白井はマネージャーとして働きながらも多くのゲストを担当している。私たちが音もできるのは何ですかね、お客様のゴールではないと思うんですよね。お客様の理想の体になった時にこれからしたいこと何でもできるっていう、そのスタートのところですね。だからその始まりのドアを開けてあげることはできるかなと思うんで。そのドアを開けるために白井はゲストに対して明確な目標を持たせる。体重だけではなく、その時の理想の姿をより具体的にイメージしてもらうのだ。もうすぐ夏なんで海に行きたいゲストがいたら、じゃあちょっと一番自分がいいなって思う海想像してみましょうよ。海外でもいいですよとか言って、雲はどのくらいありますよとか、その時に周りにどんな人がいますとか言って、ずっと氷崎で言うとゲストの顔色とかすごく変わってくるんですよ。本当に自分がそんな風になったかのように、で今しっかりと想像できましたねって。想像できるってことはそのことちゃんと実現するんで大丈夫ですって任せてくださいって言います。想像させるだけではなく、その時にやる行動を決めてしまうのも特徴だ。白井は初回のセッションの時に痩せたら何をするかを決めてもらい、実際に行動に移してもらうことを約束している。ゲストが自分の人生が変わったことを強く実感できるからだ。白井のゲストの一人は語る。いろんな何かを始めましょうっていうところで、私ゴルフをやってるんですけど、飛距離が断然伸びました。よかった。少しは筋肉がついたのじゃないかと言ってくれてましたもんね、はい、クラブも買い替えた、はい、クラブも買い替えたんです。白井のゲストに対する姿勢は日々のメールにも現れる。食事の内容だけではなく、水分量、睡眠時間、入浴時間、運動量や便通、体重の変化も1日4回測ってもらっている。絶対に私がお連れするので、そのためにちょっとしてほしいことがありますって言って、まずフォーマットを見せるんですよね。すごく長いフォーマットなんですけども、それはもう最初の約束として送ってもらいます。ゲストの結果に対して責任を持つからこそ妥協をせずに踏み込んでいく。だからこそゲストの人生が大きく変わっていく。こうしてゲストの期待を上回る感動を提供している白井。その行動に至るまでにはゲストに対する考え方を一変させるある出来事があった。セッション中にゲストから言われた何気ない一言。ライザップのトレーナーとしてゲストに寄り添い、その人の人生を変える手伝いをすることに心血を注いでいた白井は、確かに今より低価格でサービスを提供できたらもっと多くの人にライザップに来てもらえるはずだと思った。
その気持ちを当時心斎橋店マネージャーだった後藤に正直にぶつけた白井、予想もしていなかった一言を返された。自分の価値が低いんですよ。自分の価値がその値段に見合ってないだけの話なんです。そこに気づいたのすごく大きくて、他責にしてたなと思いました。人のせいにしてたな。ライザップは価格が高い、その一言を言わせたのは自分の行動の積み重ねだと気がついた瞬間だった。そしてこれは価格に限った話ではない。自分の言ったことを守ってくれないとか聞いてくれないとか、結局自分なんですよ。全ての結果を生み出しているのは自分だ。そう気がついた瞬間から白井は一切の言い訳をしないことに決めた。ゲストの結果は自分の結果なんですよ。だから自分がゲストに対して諦めたりすると、まあ、自分に対しても諦めているような感じがしてダメなんです。白井はゲストの結果に対して全ての責任を持つ覚悟があるからこそ、初回のセッションで高い目標へと導くだけではなく、日々のメールのやり取りの中でも高いレベルの返信を要求する。ここまで徹底するからこそゲストが望む成果を上回ることができる。それはゲストが期待する満足を超える感動、人生が変わったと強く感じてもらうことで、ライザップの本当の価値を知ってもらいたいという白井の思いが生み出した行動だった。ライザップへ絶対の自信を持つ白井、この価値をさらに多くの人に伝えていきたいと思っている。ライザップっていうものを世界に広げて、ライザップが本当にすごいんだって認めてもらえる高級感とか、ライザップの接遇とか、ライザップの雰囲気とか、それをこうやっぱ世界に広げれるっていうのはすごいことなんじゃないかなと思います。実際に2012年の上海店のオープンを皮切りに世界へと広がりつつあるライザップ。その中で白井は自分が世界に飛び出すのではなく、まずは自分が世界に通用するレベルの感動を生み出せるトレーナーになることが大切だと考えている。自分が世界に通用する人材に変われば店舗のスタッフも変わる。店舗のスタッフが変わればライザップは変わっていき、それが世界へと広がっていく。その一歩目としてまず自分が変わるという白井の行動に、心斎橋店のメンバーは大きな刺激を受けている。ゲストの期待以上のものを提供できるトレーナー、それが白井トレーナーイコール逆にその超えるトレーナーになりたいっていうふうに思ってます。やはり一番動かれてますね。やっぱり自分自身ももっと見習って行動しないといけないなって。常に白井さんが言っているように、ライザップは心斎橋店が引っ張っていくっていうようなスタンスで毎日仕事をしています。全ての結果は自分の行動が起こしている。ゲストの結果に対して責任を持つからこそ絶対に妥協せずに徹底的に寄り添う。そんな白井のゲストに対する接し方は今後ライザップのスタッフのロールモデルとして国境を越えて広がっていくだろう。その日を迎えるために白井の挑戦は続く。見上げた